ちは、カウンセラーの山本由美です。今日は、やはり何度も言っているように、才能とは、自分のやりたいこととはみたいな話をしようか。インナーチャイルドの先にあるワンダーチャイルドっていうのがあって、ワンダーチャイルドっていうのは、自分の、クリエイティブに生きていく、創造的に生きていく自分っていう課題があります。で、魂の目的みたいなものがあって、あなたはどうやって生きたいのかとか、どうやって生きると満足できるのかとか、で、それは本当に人それぞれで、満足、自分が満足できないことをやってしまう、努力してやっている方が多い。それはなぜかっていうと、世の中にこうすると幸せだよって言われてるから、それのツール、その結婚とか仕事とかお金とか、そういうののツールを集めるんですよね。で、そのツールをやっても、いくらやっても幸せにならないっていうのは、その自分の、魂の目的みたいなものですね。だから、あなたの才能みたいなものを生かさないと大体うまくいかないと。で、生かさないとどういうことが起こるかっていうと、不協和音が鳴るっていう言い方をするんですけど、まあですね、神様はいるものな、いるというのはまさにそれで、自分、その結局そこで生き延びれないようなことをしてくるんですよ。例えばすごいこう、自分今回もカウンセリングであったんですけど、才能があるわけですね、そこには。でも、いやいや、同じ商売してる人に比べたら全然すごくないしとか、なんか私なんてこんなもん、なんかこう小手先にやってて、もっともっと修行していっぱいやってる人もいるしとか、もうなんかとりあえず自分を責めるのは皆さんうまいんで、簡単に手に入ったら入ったで、またまたそこを責め、いや私なんていい師匠に学んでないって責め、そして、努力して手に入らないものはずるい、ずるいな、羨ましいなって思うみたいな、やっぱり生まれつきの才能ってあるよねみたいな感じで、自分が持ってる才能に対しては、すぐ、非化するというか、まあなんかあんまり評価しないのに、他人が持ってる才能に対してはすごい評価をしていくっていうか、なんか羨ましいみたいになるみたいな。で、そこには必ずやはりその人と比べるというのがあって、同業者です、基本的に比べるのもうね、同業者の話ばっかみんなしてるもん。なんかあの人ってさみたいな、どうでもいいよそんなあの人ってさって、あなたどうしたいのみたいな。だからそこでやはり、やはりその違う視点とか違う業界とか違う人と付き合った方がいいよっていうのは、まさにそれであったりとかするんですけど、やっぱね、同じ業界の人はね、同じ業界の人の悪口とか同じ業界の人が気になるんですよ。で、別に全然違うじゃんとか、そんな気にすることないじゃん、全然なんかあなたの方が才能あるんだから気にすることないじゃんとか、そんなの気にしないでやればいいじゃんっていうのに、その人にやってることが気になって気になって気になってしょうがない人とかいっぱいいます。でいいとこ真似すればいいじゃんっていうのに、なんかパクったと思われるの嫌でしとか、よくもう本当に本当に本当によくわからないことをやってる方が多いんですけど、やはりその中に、その不協和音の話をしようと思ったら、で、だから やめたりとか、やめたくなったりとか、逃げたりとかするじゃないですか、その才能があるものに対してですよ。他人から見て才能があるもので、自分から見て才能じゃなくて、簡単にできることとか、当たり前にやってることだったりとかもします。で、何が起こるかっていうと、そこに不協和音が起こる。不協和音とは何かっていうと、病気とかね、よくあるのが病気です。病気とか、会社辞めさせられるとかね、今のコロナの時期とかね、ほらなんか二分化して、なんか変化しますって言って、なんかガンガン会社が潰れたりとか、会社行けなくなっちゃったりとか、仕事がなくなっちゃったりとか、給料が減ったりとかすることっていっぱいあるじゃないですか。で、これもまさにそのお告げっていうか、やはりそんなとこに、で、会社の悪口ばっかり言ってる人とかに限って、なんかいきなり辞めさせられたりとかするのは当たり前のことで、だってそんなとこにいたくないんだもんね、本当は、とか、本当はそういうの嫌いなんだもんね、みたいな感じの方が多いんですよね。でも、自分のこととなると、やはりこう客観的にやっぱり見れないから、なんかその会社にしがみついちゃう人もいっぱいいるし、あと
まあ、会社だけじゃなくてその場所とかもともと持っていたものの方が良かったんじゃないかとか、引っ越しとかもそうだし、なんかそうやって持ってるものを剥奪していくんですてかそれ結婚生活とかでもありな話なんですけど、なんかパートナーが浮気したとか、そういうのってすごいなんかもう本当人生最悪って思うようなことじゃないですか。でもそこにやっぱりその変化をするっていうか、その状況にもさせられちゃうんだよね。だからその例えばパートナーの浮気とかだったとかしたら、パートナーと向き合わざるを得ないじゃないですか。だからそこにはその前言った才能じゃないけど、そこにあるんですよね。だから病気とかそういうのって、まあ、あの例えば家出れないとかそういうのもそこから何かがあるんですよ。なのになんか勝手にみんな思い込んで、こんなの最悪みたいな思っちゃうから、すごいそう思えば思うほど自分の才能を生かすためのあの試練みたいなのは増えると思いますねだってもうしょうがないじゃんみたいな、あなたそれしかできないんだからみたいな状況にさせられるんですよ。でそれが見えないからみんな苦しんだりとかするんですけど、結構それかっていうことは多い。なんか他人から見るとね、なんでそんなんだんだろうなって思うんですけど、どうしてこんなのか分かんないんだろうなって思う方程式が多いんですけど、ご自分からするとそれは嫌だ、あとねそれは面倒くさいと思ってるんですとかね、多いんだよね。面倒くさい多いな、なんかそれ面倒くさくてちょっと横に置いてますみたいな。だから嫌なことはその会社に勤めるのが嫌だとか、そういうのができない、例えばそのコミュニケーションが辛いとか、そういうのはまあできないことだからしょうがないんですよね。生まれつきの問題っていうか、環境とかの問題があるので、親からねコミュニケーションの方法とか学んできてないから、学んできてる人はやっぱりうまいし、学んできたい人は下手だし、そういうのはもうキャラっていうかあるんですけど、それが問題じゃないのに、なんかそのコミュニケーションが私問題があるからとか、自己肯定感が低いからとか、いやいやいや、だから違う、他にやることなかったっけって言うと、いやそれはちょっとめんどくさいみたいなね、それはちょっと見たくないみたいなことが多くて、できるっていうのはそこなんですよね。多いですね。なんかそのプライドとかもあるんだと思うんだけどね。で大病とかもおります。私ね見てた本当写真家の女の子は病気がんになりました。なんかがんになってそれ良かったじゃんとかじゃないんですよ。本当にすごい辛かったし、私も辛かったんですよね。すごい仲いい友達ががんになっちゃったから。で乳がんになって、まあ、1年2年って病気をして、それででもやっぱり写真家になっていくんです。40過ぎてね、いろいろもう死ぬんだから死ぬ気でやればじゃないけど、やっぱりね機材とかもすごい羨ましがってたんですよ彼女。なんかあんな主婦みたいなどうでもいい人があんな機材持ってずるいみたいな、ずるいみたいなが、すごいなんかよく会うとその話とかしてて、なんだろうなと思ってたんですけど、まあすごい才能があったんですねそこにね。まあそこに才能があるじゃんって言ってたのに全然気づかないっていうか、私は言ってたんですよその時みたいな。でなんかそうだったみたいな話なんですね。だからまあそうなる前にじゃないけど、まあだから病気とかそういうのになっちゃった場合に、ああちゃーって思うし、あこれできなくなっちゃうじゃんとか、会社辞めなきゃいけないじゃんとか、いろいろまあ大変なことはいっぱいあるんですけど、まあそれが本当にいい転機になることの方が多いですね。こればっかりはショックだけどね。でもショックなんですよ、それはすごいショックだけど、そこに何かがあると。ということで、神様は見てくれるので、あなたが変なことをしてたら、まあ、鬱とかまた何かそれってなんか意地悪なのか分かんないけど、鬱とか、まあ、仕事辞めさせられるとかっていうことをするだろうなと、ちゃんとあなたのためを思ってっていう話ですね。ということで、今日もご視聴ありがとうございます。さようなら。